それいけメッセンジャー。こんにちは、メッセンジャー黒田です。どうもこんにちは、メッセンジャー相原です。こんにちは、梅山あかねです。まだまだ残暑は厳しいですね。30度が全然消えないというのと、まあ、ただ、ちょっと日の入りじゃなくて、なんちゅうにゃ、日が暮れる、あ、早なってね、ちょっと早なった、6時ぐらいやったらちょっと薄暗くなってきて、で、まあ、夜あるでも風吹いたらちょっと涼しいっていうのは、そうそう、朝晩ね、マシかなと思うけど、まだやっぱりどうしても、まあ、だとあの気象予報士の方に聞いたら、なんか結局湿気がちょっとなくなってきたらしいよね。あ、ちょっとカラッとして、まあ、そこだけはちょっとあるけど、ただまだ30度以上がもう全然続きますので、いや本当に、いや、よう救急車走ってるな。なんかだいぶ楽になったけどな、やっぱり一時よりは。あ、せやね、うん、夜なんか特にね、夜はね、うん、昨日もね、構成作家と知ってるディレクターと、久しぶりに会ったプロデューサーさんとご飯食べてたけど、やっぱ俺ぐらいの年齢になったら、初めはなんやかんや言うてるけど、15分も経っちゃう、だいたい病気の話してるな。早いな、病気の話ばっかりしてるわ。結局なんや口開いたら、どこがどうやった、ここがこうやったとか、ここの病院はこうやったとか、まあ、気になるのよ。万全の人が少ないからね。まあまあせやねんな。中芸のレイジが言ってたんかな、365日のうち調子への2日や言ってたから。少ないですね、だいぶ。いや、そんなもんなんよ。そうですか。そんなもんね、やっぱりな、年には勝てんっていうのは俺ら聞いとって、何を言うとね、このおじいはとか言ってたけども、はい、やっぱりそれはそうやねっていう。なんかだんだん抜けてくるで、これも。何が？俺調子悪いスペシャリストやったけど、はい、40代、うん、で調子悪かって、最近のって調子ええ日が増えてきてから、だからいわゆる男性の更年期って言われてるから抜けた、俺抜けてきたんちゃうかなって、でも前室のとこで足ポリポリかいてるからどうしたんって言われてた、毛虫、毛虫ものすごい、足首周りがものすごい毛虫、足は水虫、足首は毛虫、虫に好かれてる、虫三昧明るいね、調子ええから、だからウォーキングもさ、知らず知らずにやっぱりね、歩けるから長なってんの、偉いわ。昔はね、やっとの子さ40分とか50分とかで1時間は歩こうと思ってたけど、やっぱ調子ええと、もう1時間15分かとか。森脇刑事さんが YouTube の中でね、1000m 未だにタイム変わってへんねん。あら、短距離はあかんねんて、人間って、うん、でも短距離はあかんけど、長距離っちゅうのはそんな変わらん、保てるって、まあ、森脇さんがおっしゃったんで、ちょっとほんまかどうかわからない、実践してはるからほんまかもな。だって俺らだいぶ上やからな、もう58、9ぐらい、そんなもんじゃないか、高く見えますよね、見た目も。やっぱすごいわ、そうやっぱ、ああいう人見てたら、なんか芸人がすごい、なんで睨むねんお前は。なんで梅山を睨むねん、お前またファーファイみたいな。今の全然いいコメントだったでしょ、それ元気やから。それいいコメントやと思って喋んのが俺、あ、ごめんなさい、すいません。自分でそのそうか、自分でいいコメントや言うてるでっていう、喋られへん、もう喋ってられへんわ。俺梅干しの時が俺だけ抜けてええから、もう嫌やねん、もうどないしていいか分かれへんわ。そうなんだったら無謀ですよ、だってこんな姑を大変やから、姑でか、自分のことちょっといいようにしゃべってんのみたいな、あかんねん。いや、やばい。やでも本当ね、面白いというかね、やっぱ年齢でもやっぱりそう、芸人、昨日も何でも俺が言ったの、病気の話と昔の芸人の話がやっぱおもろいな。あのちょっとモラルが緩い時のな、モラルが緩い時と、ほんでなんかこう、そうモラルがもちろん緩い時もあるし、で、日の目、今ね、面白いって言われてる人って、実は日の目を当たってる人やねん。わかります？昔こうやったこの人はっていうのがあって、でも今は光ってる人やねん。でも、芸人さんって、いつも言ってますけども、吉本だけで今、ざっと6000人とか5000人とか言われてるじゃないですか。で、他の他事務所入れたらもう1万人ぐらいもしかしたらおるかもしれないから、自称で言うとね、やめないんで。で、そういう人らの中でも、その、口に出して言うてパッてこう出るのっていうのっていうのはもうごくわずか。ね。で、ほんまにおもろいのは、ずっと日の目当たってへんやつが実は面白かったりすんのよ。いてはるよ、そら。やっぱりこんだけおったら、その、下積みがどこかも分からへんみたいな人おるから。すごい。だから、その人らが面白いねん。はあ、俺はだ、そうやねん、だって昨日確認しました、はい、もう本当にもうでもさ、大阪でも少なくない？少なそんな人、昔はな、俺らが若手の時ってそういう人たちはそういう人たちでたくさんいてはったんよ、はい、だんだんいてはれんやん。だって梅間ちゃんね、この前チラシ出すの出てもうたやんか、はい、もうあの時の僕はその
チラシと YouTube やってんだけど、うんうん、その梅尾ちゃん来てもらってもう一人のゲストが柳武尊やってん。あ、ギブソン、ね、柳武尊なんかみんな知ってるやんか。でも柳武尊が仕入れてきたネタがすごくもうずっと面白くて、もうこれあの久しぶりに車の中で思い出し笑いするぐらい面白かったんですわ。ギブソンが何昔の芸人の話仕入れてきたんです。アイアナもよく知ってる芸人さんで、ボンチキヨシっておるし、うん、あ、この前なんかいてはったよ。おった、いてはった、もう結構もう距離遠すぎていてはったね。うん、タイ住みます芸人やってる。ああ、そうそうそう。で、なんか喧嘩巻き込まれたか、俺よく知らん。あいらはよく知ってるよね。俺よく知ってる。巻き込まれたかなんか知らんけども、なんか、あと、喧嘩なって、あ、タイで、はい、ブロックでかなんか頭を。勝ち割られて実はなんかそんなやつだったちょっとトラブルに巻き込まれたのか巻き込んだのか俺は分かれへんけど、はい、でまあそれで体育通学芸人をやめてそう変えて強制送還みたいになって今はねなんかカメラマンやってる、うん、そうらしいね。 YouTube とかなんとかいろいろね、あの編集とか編集もそうカメラもな、カメラマンカメラも、うん、その企業と提携してやってんねん。もうそれで提携受けてから、まあね、この前俺も人たちも一緒やろ、うん、太田あの時にどうしてんのって言ったら今吉本はまだおると、はい、吉本投資の企業の写真カメラマンやってる、うん、あ、そんなあんねんなと思ってた時に柳武尊からの指令できた話で、これがもう忘れれない面白さで、それは清の話ね、ええ、ああ、まああるやろな。清って、まあ、今はお酒やめてるらしいねんけど、うん、すごいあの強調しあるよすごい強調しある、ね、何の飲んどってんって、ね、後輩あいつ後輩集めんねやろ、うん、そうそうそう俺知らんかってそんなの、うん、俺はめっちゃ知ってる。俺知らんねん、俺飲んだことない。めっちゃ知ってるで後輩を4人ぐらい集めて、うん、飲んでてな、はい、飲んでてなんかこう説教垂れ出したらしい。お前らちょっと、うん、あのあれやぞってさ、お酒に飲まれるな。あそうは言うやろな。言うの。うん、俺言うと思う。言うだからもっとあやらさんおもろいもんは、うん、で飲まれたらあかんねんとか揉め事とかお前あかんぞと、うん、ちゃんと家ちゃんとお前 きっちり家帰ろうって自分がガン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 酔って持って、うん、財布と間違えて、うん、目の前にあるホッケを折りたたんで入れたポケットの中入れて帰ったらしい。財布は置きっぱなし。ホッケを財布と間違えて折りたたみの色といい味つやといいだから逃げたやろな。いやこれが面白かった。めちゃめちゃ面白かった。俺はもうなんかね、俺しょっちゅう一緒に飲んでたよ一時。そうですか。一緒に一時飲んでて、ほんであの一人大体ではちょっとしんどいから、まあ、キリンの田村とか他の後輩とかも一緒に飲むねんけど、一軒目は嘘みたいにおべっか使うねん。兄さんのおかげで別に何もしてへんで、ただ飲んでるだけ で兄さんのおかげでで、二軒目はまた違う店行って、うん、で二軒目になったらちょっと兄さん、ここの月が溜まってるんで、ちょっとあの1万円だけ貸してもらえますかが、まあ二軒目やねん、まあもうその行ってしもて月が溜まってんねんからもう払わなしゃやねん。で二軒目行って、まあ、こんな貸しとくで一応って言って、三軒目は自分の得意のスナック行って、でその大体歌歌いだした後から、大体あんたな、あんたほんまに冷たい人や、から一人一人説教始まって、俺も込みで、あ、そうなの、説教始まって、俺はでトイレ行くふりしてそのまま帰るっていう、後輩も残して一人だけ帰るっていう。お前もうちょっと待ったらホッケの財布が見れたんや。俺見たかったもん、ホッケの財布むちゃくちゃに酔うねん。ほんでちょ怖なってきて、もういつも帰んねんけど、俺行ったこんなこと分かんないけど、なんかさ昔のその光の当たらなかった芸人の話面白いよな。光当たって、まあ確かにな、うん、確かにそう、いつもええとこまで行くねんけどな、あかんねん。ギリ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 あかんねん。本坊、あのソラシドの本坊って今はね、あの映画になったりとか本売れたりとかしてるよ、住みます芸人 芸人でな、ね、農家山形で農家大根作ってな、おねも営業とかもすごいし、レギュラーもすごいねんて、はい、だ本坊もおもろい話なんだけども、本坊のおもろいやつはもう光当たってもて、ちょっと本とかで世の中に出てしまった、出てもた。あ、でも相方の水口は出てないねん。相方の水口は麻雀が好きやねん。で俺も打ったことあんねんけど、はい、一応麻雀打ってて、でもあいつもう大きい手やっていうのは目見たらわかんねん、グーなるからこれもう振り込めへん誰も、え、これもう大きいやんみたいな、もう目がけもう瞬きせえへんねん、いやもう大きい手やねん。でみんなに帰ってから、はい、あの終わってからね、みんなでまあご飯食べて酒飲みながら、目に出すぎやでと、うん、あんな目だ誰も振り込めへんって。で次の日や、次の日また次を追った時に、はい、めちゃくちゃええレイバンのサングラスをバーンかけてやって、ちょっと目の動き、ジャリコチーの鉄の話と言われて、
レイバンのサングラスが良すぎて、はい、肺が全部映ってた。水口な面白い、だからその水口は知らんやろだって、はい、本部は知るけど水口そうです、ね、知らんやつの方が実はそういう逸話があってものすごく面白いっていうのが俺は吉本入ってよかったなって思うのが一つやね、まあ、共通の先輩だった、まあ、あのピノッキオの清水さんとかも面白かったもんな。清水さんはもう天才的やったな。面白かったあのその話もしてた、うん、やっぱり行き着くとこは死んでるっていうのがおもろいなと思って。いやまあほんまにもうすごかった。な神様や神様やで俺。清水さん以上の人を俺も見たことない。見たこともないし清水さん以下の人も見たこともない。なんで死んでもたやんって思うもん。その生きててもなかなか生きづらかったやろうとは思うけどな。天然的な面白さ。そんなんじゃんでもいやもうそんなんじゃ、うん、その天然とかのレベルを超えんねん。天然も天然はあるで。あるで。はい、でも天然も天然はあるよ。神がこれはしたことがないみたいなんか。いやほんまに天然で言うたらナチュラルやんか。今から銭湯行きます、はい、行きませんさ行こう行こうって言ってな家迎えに行きますねって言って出てけへんからんで待ってて、ね、出てきて何してるんですか。いや銭湯行くからシャワー入ってたって。なんでえっていう。そういう人でもあった。変人やね。変人やね。めっちゃ嫁さんと揉めて、うん、ちょっと話聞いてくれって言って、うん、家来て。なんか夏の暑い日にな、はい、あの王将あ551のアイスキャンディア持ってきた箱で、はい、これ冷やしといてくれって散々話してこうでこうであでなんとかもう一回戻りたいんやとかでも、まあ、兄さんでもこれは今の状態はちょっとあんまり喋らん方がいいんじゃないですかって2時間ぐらい喋って、はい、分かった帰るわってそのアイスキャンディア持って帰って、ね、くれへんのんかよ。俺忘れられへんけどさ、黒田さんもね共通のお知り合いで一般の方のお知り合いの方が亡くなったのよ、はい、で芸人のお葬式とかお通夜やったらそれなりの服の格好でええけども、うん、一般の方やからやっぱ通夜でも喪服着ていった方がええんちゃうかもしくは真っ黒な服着た方がええんちゃうかって、ね兄さんに電話して兄さんのことやからどうせ変な格好で着ても困るから、うん、一般の人やから僕喪服もう一個ありますからあのもしなかったら持っていきますよ、うん、ある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 大丈夫パラ大丈夫わかりました。向かいに行きますねって言ったら郷ひろみが着るような玉虫色のスーツが現れてでじゃあ兄さんそえちょ待ってって言っていや俺言うたよな昨日っていや俺持っていくまで言うたやんかいやこれでええねって言って、はい、でそこで、行ったのよ通夜の時に、はい、んなみんなギョッとした顔してで、黒田さんの知り合いの、まあ、清水さんをよく知ってるおばさんにビンタされてバカ空気読み面白い。面白いですね。面白かった。今考えたあんな面白い人おらへんなかった。いやあのベーブルースの川本さんが亡くなった時もな、ね、亡くなった先輩の先輩、はい、清水さんよりも若くでな若くで亡くなったんやベーブルースってその時にもあの家あるやんか、はい、家置いたんやんね。あいつなプリン好きだから俺プリン持っていこうと思ってんねん、うん、いいんじゃないですか、うん、俺別にあのお供えしたら せやなって言って、うん、あの始まったんよ、はい、全然家の前に縦に5個置いて顔が見えへんかってプリンが邪魔でほんで法事でお坊さん来て、うん、あれって見てやんね、うん、どうしたんですかあの座布団があってお坊さんが座る座布団、はい、一番後ろで清水さん使ってて、そんな人やったないやもう一度会いたいよ本当に。会いたい絶対におもろいもんな。面白かっためちゃくちゃ面白かった。めちゃくちゃおもろいね。それがしかも日常的に行われる日常でオンエアで言える話と言えない話がやっぱもう2つ山盛りあるからいや面白かったな。あやめ池遊園地が閉まるときに一緒に行ったんや、はい、でエレベーターがこう降りるとこあんねんけどその降りるとこに俺を追って清水さんを追って、はい、こう喋ってて清水さんが、ね、俺にこう後ろからね降りてる感じですよ。俺今日やっぱあやめ池遊園地閉まるからあの思い出んとこやからめっちゃ一丁らの T シャツ持ってきてんアイロン持ってきてんって言って、はい、なんでやねんちょっと見てくれって言った瞬間に後ろに立ってるおっさんが思いっきりコーヒーこぼした、こけて頭からザバそんな人やったそんなやねこれが嘘みたいなほんまの話やねん嘘みたいなほんまの話やあの人な だから新喜劇途中で入って、はい、でよう
ようあのセリフを間違えはんねん。でもそれみんなすごい困ってたけど、だいぶ兄さんやから、はい、もうまあまあもうしゃあない、うん、でも あまりにもひどくて、その時に絡んでたのが宇都宮真紀ちゃんで、はい、その宇都宮真紀ちゃんが悪いみたいな感じでまた清水さんも言うでしょ。もう人前でこれ言うしかないと思って、終わって袖で清水さん間違えといてくださいって言って、そのままあの真紀ちゃんは仕事で向かって NGK から日本橋まで歩いてバーって行ってたら、警官の格好したちょびひげした清水さんが役のまま追いかけてきた。ちょ なんで本になってんのよな、清水さん。清水さんな、あの本にせなあかんな。意外と弟さんはこんな話したらあのしてくれてありがとうって言う人やけどな、言ってくれる人やけどな。ほんまに貴重な人ですよね。でもそういう方いらっしゃるって貴重な人やけど、近くでおったらすごいね。おちゃくちゃ俺もうおもろうてじゃ、もうおもろうてじゃないからな。なんせもう最近ふと思い出すことがある。俺もよう思い出すなんで思い出すかなと思ってわかったんよ。清水さん亡くなって41か2やねん。そうで若い。俺らもう54になってもてんねん。だからふと思い出した時に、あ俺もう清水さんより13年も生きてんねんやとか、こう一個の区切りとして思い出すよね。思い出す。なんせ強烈な人やったから。あんな人はやっぱり後にも先にも折れへんちゃうかな。すごい。もう一回見たいもん。見たいわ。泣きながら電話かかってくんねん。なんか感情の起伏が激しい人で、で自分のね、なんか自分が間違えたけど自分は間違えてないみたいなことをすごい言うてるけど、俺その現場を見てないからどっちが正しいか正しくないか分からへんけど、一応聞くやんか、はい、でもうめちゃくちゃ泣いてて、ね、うわー言うて、であのちなみに兄さん今どこで電話してんのって言ったら近鉄電車の中で大路おっさんがおいおい泣いてすぐ死ぬとか言うねん。あのほんまに変な人や思うねとりあえず電車降りようか言うて。だってほんまに電話かかってきて、はい、俺どこにもあやらと一緒けど、はい、もう今から俺死ぬわって言われて、何言うてんねん言うて、はい、急にやで、何言うてるんですか兄さん、いやちょっともう俺死ぬわ変わんなかやねん、何言うてんねんみたいな、変わんなかだだだだ聞こえてじゃあ何言うてんねん清水さん、あかんてあかんてって言う、清水さんって言ったら向こう岸ついてもったって、いや短すぎる、誰がそんな浅い川である、もう川じゃなかったっちゃうんだけどな、カーじゃなかったでしょ、あったあった、俺あったよ、俺も、みんなそういうのがだからもうなんかこう戦だからそういう芸人さんほんま少ないな、もう今だからなんかあのたまたまやけど近藤さんの服の話になって、はい、近藤さんいつも派手な服着てあるやんか、ほんならその難波にある、うん、ヤッコっていうとこで服を買、あなんか聞いたことある、ラジオで言うてある、ヤッコって、でその、写真を見たのよ、うん、SNS かなんか、ね、うん、あれ見たことあるなこの服屋さんって言って、うん、俺らも絶対、お前も絶対知ってるはずや、これあの浮世亭リングサイドさんが買ってた服と服屋さんとこれ一緒、これほとんど一緒やな、浮世亭リングサイドって昔の芸人さんになった正直ですね、はい、その人が真っ黄色な服着てんねんけどでね肩も中あるやん、はい、中の裏生地がびっくりマークやね、はい、もう一人がクエスチョンマークやねどんな合わせや どういう意味やねそ多分どういう意味やねん、近藤さんそこで服買ってる近藤さんが多分場所の立地から言うと絶対ここやったら、まあ、昔の人どう思うの、面白いですね今は、まあ、何払やとかな、はい、もうだから言われるの嫌やからみんなやっぱりおとなしならざるもええ状態でしょ、しばしマンズの藤井さんももうおとなしになってしもたやん、はい、結構逸話あったけど、はい、もうちょっと今普通になってしまってるから、はい、もうあんま面白くないね、うんなあ、うん、ずっとそんなんしてて欲しかったんやけど、はい、だからそうやねん、だから派手な人じゃなくて派手じゃない人が面白いねんな、あそれはもうかったな、まあ、清水さんは芸人としてもちゃんとしてはったからな、まあ、それある意味やで、うん、ある意味ちゃんとしてはったから一之輔師匠もな、祇園か月でな、銀紙開けて口入れてプッて捨てはったから、何かなんとコンソメスープやったからな、キャラメルと間違えたみたいな味濃い濃いめちゃくちゃ濃い面白いね、だからなんかほんまに大阪の芸人さんもそういう人たちは少なくなってる、もう俺なんかあのできないですわ、もうこういう、うん、やっぱりあの常識というか求められるから、
非常識をわざとやってるやつはいっぱいおるけど、あ、それは本当に根っからな、根っから非常識やったら、もうだってもう今はもう生活でこの芸能界もおられ、芸人としてもおるやもんね。清水さん自分の家帰られへんやろ、分かれへんもん。違ったっけ、お大阪でさ、なんか仕事しててで送って行ってあげますわって、奈良の地元や、うん、で家分かりませんから、その俺はお酒飲んでたから運転できたから、うちの嫁さんと清水さんと3人、ね、で寝てたんよ、うん、で起きてもう奈良着いたって言ったら全然違うとこに行ってて、で嫁さんと清水さん口喧嘩してんで、清水さんの言う通り来たらここどこなんですか、けど清水さんが分かれへんよって俺パッと目覚めて、いやあんた自分の家帰るのにそんな分かるはずないし、兄さんちゃんと説明してくれんだ、困るやんじゃ、お前の嫁はんがあの分からんとこ行きよんねや、もうぐる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 自分の家が分かれへんねんから。でもなんか愉快ですね、そういうね、うん、あの愉快やな、な愉快やな、ああいうのとやっぱ今その昨日も喋っとって、やっぱあ時代が変わってんだって最近本当に心の底から思うなって思いました。変な風を装ってる人おるけど、そこまで変じゃないもんな、ないもん、で今何がおもろいって言ったら、おもろい人ってほんまに俺のちゃうこと思ってきたもん、なんか芸でとか SNS でカウント稼げるから、斎藤知事の方がよっぽどなんか笑ってしまうわ、怖いわもう、あもうね、斎藤知事な怖い、怖いです、いやどこまでほんまか分からへんけどさ、はい、そんな油取り紙を落としてその職員に拾わせて捨てるってなかなかやもんな、そうそうそう、ほんまか嘘か知らんで、まだはっきり言ってんけど、今実際あのやる今日かな、今日ねやるんやね、副知事がまた、はい、承認してて、どうなると思うわ、いやそれはもう絶対さ、やめるはやめなあかんねんけど、その時折いてはるのが超エリートで、うん、これはあの人がそうか分からへんけど、そういう記者さんとかに言わすと超エリートで、うん、絶対自分が正しいってもう心の底から思ってる人っていうのは世の中に数パーセントいてはるらしいわ、自分のやり方、自分のやり方は絶対正しいっていう人はおるから、そっちの部類の人なんかなとか、でもあれだけ周りがもう敵になってて、でもなんか自分の意思曲げずに、うん、だからみんな分かってないだけど、俺が正しいと思ってなかったらなかなかね、できないですよ、なかなかしんどいと思うよ、だって家族もおってさ、そうですよ、うん、しんどいよ、そらなかなかほんますごいよね、すごい、メンタルもな、メンタルがすごい強いですよ、本当に続ける気持ちの方が大変やんか、はい、続けられへんしね、続けられへん、もう続けれることはまずないから、まあ、何かここまで来てやめれない、今よく言われてるのがやめれない理由があるんかな、分からんなそこはな、やめた方がだって、ね、逃げるっていう意味では多そうですけど、今日ものすごく楽しみなんよな、なんてやつでした、ね、いや何ですか、だからちょっとピカモニっぽいような感じで来たかな、やめてくださいやめてください、笑いがそのピカモニっぽい方に来た時に、それやっぱりそのショートバウンド取りに行く梅山ちゃん、梅山ちゃんもうピカモニ一本でいけ、やめてください、そんなこと言わないでください、俺もしんどいし、俺もしんどい、そんなことないです、これでもね黒田さんね、ちょっと俺らはそういうちょっとインテリとか知的とかいう梅山さんのイメージは若干あったけど、何日か前にね、嫁さんがジム行ってたんよ、うん、な梅山さんの親友のお母さんっていう人が同じジムで声かけてきたのよね、うん、うちの嫁さんに、うん、梅山茜の友達の母ですみたいな、うん、ほんならまあその話もそこそこに、うん、茜は猫かぶってますそんなこと言ってたんですか、茜はあんな子やないんです茜は猫かぶってますっていうことをすごい強調しはったらしい、親友のおかんが言うやったらもう間違いないからな、ほんで嫁はんも何のことか分かれへんからな、そうですよね、そりゃ猫かぶってはるんすかしたら、もうそのお母さんも、はい、猫かぶってます茜は猫かぶってんのか、かぶってないですよ全く、猫かぶってんねたらかぶってるでええんやな、親友のお母さんが言うてはるから、まあ、それは多分そうだよ、間違いない、間違いないと思うわ、いやそんなことないですけど、でも全部だ、全部出せえギャップが激しい、俺喋ってんねん梅山さんの時やったらめっちゃきつく失礼失礼だから全部出せとは言うてないけど、はい、全部出したら影響ではないものではないけども、はい、なんかやっぱりピカモニとソレイキはやっぱりキャラ変えた方がそりゃそりゃ
変えた方が、はい、やっぱりいろんなね味を楽しめるタレントに俺はなってほしい。いやありがたい、本当にそれ受けがあっての私なので、だからそのピカモニーでのメールでもファーファー梅山さんっていう風にもう送られてきてて、でそのソレイユの話もさせてもらってありがたいです。でも山井さんはあんまりきつく言えへんやろ。山井さん優しいやろ、ね、女性に、はい、優しいです。みんなに優しいです。お前は誰にのお金にもやりばかりと言えるやろ。これは純粋に嫌味じゃなくて、だから女性に優しそうやもん、山井さんは優しいです。はい、だから紳士という意味だよね。でもスケベ心じゃなくて、俺と相原と山井さんと京都たら東野さんとか、はいはいはい、一番短気な山井さんやもん。だ頑固やで、あめっちゃ頑固やで山本さん。おっしゃってましたご自身でも、怒るやろ短気って。めっちゃ短気やねん。でもその女性にはということもそんなそれはない。俺が聞いたんは今の長男、今日テレで働く長男がまだちっちゃい時ですけどね、散髪屋さん行ってちょっといいかな、うん、咳をすな。あ、すいません、ごめんなさい、すいません。席すなよ人が。すいません失礼しました。髪の毛を子供が切っててもうたやで、でガム散髪よく頑張ったね。昔ねちっちゃい時ねガムもらえやん、これよう我慢してガム、はい、ガムか雨とかそういうのもらってて、はい、それ当たり付き合ってて、おで、うん、当たりやってなって、うん、おっちゃんに当たったおっちゃんって言ったら、いやこれあげたもんやからその当たりはあげれないって言われて、勝ったもんじゃないけど、うん、でそれをとぼとぼ歩いてて山本さんに言ったら、山本さんが激怒して、お当たりのなんであげへんねや。困るな、なんであげへんねやって言って、もうどんなよりサービスを求めるってことだ。サービス自分は一個も散髪でいかんでいくせに、襟足だけちょっと、襟足だけちょっと金も落とせんのに怒っていくわけよ。だからそういう気の短さもあんねん。ある、うん、でもなんか常識的なことでっておっしゃってましたけどね、その変なことで怒ったりとか、それ変なことで怒ったり、変なとこで怒る、そらアナウンサーやねんからな、一応ちゃんと常識もありはるし。いやそうです、そらそうやわ。やっぱりでもまあね、まあだからその俺は梅梅ちゃんに言いたいのは、はい、やっぱりその使い分け、はい、うん、KBS とはいそうですね、使い分けしていろんな味の梅山をしがんでほしいわけ、うん、俺は。あでまあその、はい、猫かぶってるなんてお母さんに言わすな。めちゃめちゃ恥ずかしいですよね。ほんまに、しかも最近会ってないんですよ、その親友にも。いやラジオとかに聞いてはんねやわな、や猫かぶってるわ思うんじゃん。何が出たの、うち遊びに来てる時はそらお前なんかお股広げてるのかとかいうことなんかな。そういうことやろな、股間がいきながら女同士でいてる時はな。あ、まあでもそらね、そんなんできないですよね。いやそら当たり前やないこれ。誰が股間がいきながらのラジオ。はい、行きましょうか。はい、まあちょっとここでお礼を言いたいですけども、ちょっと今日というか収録日が誕生日でございまして、おめでとうございます。送っていただきました、本当に。どうぞ。55か。55。恥ずかしながら55になりました。ありがとうございます。でね、ね、まあいろいろちょっといただき物もあるんですけども、昨日読売テレビの生放送で終わってから帰ろうとした時に、ちょっと なんていうかなほんまに捨ててこみたいな服着てて、うん、ビーチサンダル で そんな感じのおばさんが、警備員さん、おばさんやで。捨ててこのおばさん、ビーチサンダル履いて、なんか木の実木のままみたいな格好した人が、その読売テレビの敷地の中に入ろうとしてるから、警備員さん、ちょっと待ってくださいってこう止められて、はい、誰かなと思ったら、相原さん、あ、こんなんちゃう、相原さんっていう声が聞こえて、うん、あって見たら、まあ、黒田もよう知ってる若い時からイベントとか、はい、そういう風に応援してくれる古いファンの方やった。池内やない。わかるんですか。池内やないか。ほんで池内やんけ、ね、お前それ。池内やで。池内で読めるテレビまで出待ちしてて、ちょっと俺だからなんかわからへんで、ちょっと恥ずかしかった。池内やないそれ。いやだとなんかちょっとわーっと揉めてるのもちろん、もうちょっと知り合いですっていうのもないやから、そのまま外でよかみたいな。どないしたって言ったら、誕生日おめでとうございます。律儀やなほんまにめっちゃ律儀やな。でもちょっとこれビーチサンダルってちょっとおかしないかって思う。池内か。池内で、まあ、手紙をいただいて、はい、
あ、 ありがとう、まだ誕生日は、まあ、読むわな。めちゃくちゃ字汚いやろ、また綺麗になってたよ。綺麗になってた、綺麗になってた、最近な、に、にっぺのに、み、み、みこちゃんがなんか俺まず第一印象はこいつ字うまなってる。池内は一本で字分かったからな。分かる、分かるやんか。ほんで見たらさ、なんで書いてんの、カビっぺらがピャーッと落ちたのよ、はい、ほんださ、なんか誕生日でございますって、うん、今まで何をあげようかと思って迷ったんですけども、はい、なんか吉本がプレゼントの規制みたいなことが厳しくなったんやで、うん、コンプライアンスで、うん、書いてました SNS に、なんかあったやん、はい、何をあげるかとかいうのに相原さんに気を使わすのが悪いから、こんなもんしか送れませんって言って紙がヒラヒラっと落ちてきて、はい、ほんならチェーン店のレストランの 5% 割引のクーポン、クーポンクーポンを渡すな、55のおっさんにクーポンを渡すな、お誕生日プレゼントに 5% あんまりか、消費税よりも 5% 1000円で何倍や、50円かいや、あのほんまにね、あれ池内さんもそうですし、あのお気持ちはいただいておきますわで、なかなかそういうの使うタイプでもないから、一回見たら忘れへんもんな、忘れへん、ずっと来てくれてる、黒田もう若い時かな、はい、そらもう誕生日やなんや言うたら、はいはい、ハイパーヨーヨー流行ったよ、流行りました、あったや子供の時、あれを来て来て池内がブワーッと技披露して黒田前誕生日やったで、バッて止まるけありがとうって言ったら、あげれません、なんで俺だけ技だけプレゼントやで、店に来ただけ技だけプレゼントやで新しい、ほんであの黒田さんがそのよう分からんけど、まあ好きや、その当時好きやったんかな、あの鈴木雅之さんの CD、 せやね、違うね、違う、そうじゃない、俺好きって言うてないの、一回も聞いたことないけど、一回も言うてへんねん、それはこれどうぞ、一回も言うたことないの、そんなおもろいやつやで、面白いですね、で今もなお、おいらとみんなで行くツアーみたいなあって、そうそう、他の芸人も一緒にな、バスツアーみたいな、昔は流行っとったよ、はい、行かなかったよ、池内来てな、うん、崖から知ってます、崖からこんな変わらなげるやつ、はい、うん、願い叶うとか、願い叶うありますね、あれ投げようと思ったら、あのずっと首にやってる大きなカメラ、はい、一緒になってビーって崖、崖にカメラ、赤いカメラわーっつってそれ拾いにして崖まで降りようとして、やべえ久し、まあ俺全然久しぶりちゃうね、池内とちょこちょこ会うねん、なんで会うねん、家近所やって、お前それやったら、俺だからウォーキングしてる時ちょっと見かけたりする、あかんと思って違う道にするけど、今週はちょっと清水さんや池内やってなんか池内は実在してるから別に、でも池内さん本当にありがとうございます、 5% クーポンのお気持ちはいただいておきますので55のおさんに使うか使えるか分かりませんけど、55にかかってて、55歳に 5% や、ちょっと重み変わってきますね、でも何とも言えんかもちゃで、手紙がパラーっとこう紙一枚落ちて何やろと思ったら 5% 割引だ嫁さん腹抱えて笑ってくれてというわけでテーマでございます、お気持ちはいただいておきますと、はい、来週のテーマ、お気持ちはいただいておきますです、採用された方には特製ボールペンを、採用不採用に関わらずいただいたすべてのメッセージから抽選で3人の方には現金3000円を、一番盛り上がったメッセージをくださったお一人にも現金3000円をプレゼントします、来週金曜の午前中までに届くようお送りください、宛先です、ファックスは06-6809-9090 06-6809-9090、 メールはすべて小文字でおばあちゃん @mbs1179.com obachan @mbs1179.com、 はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオそれいけメッセンジャー、今週のテーマ係までたくさんのメッセージお待ちしています。機能性靴下のエコノレッグとサンセットドッグビレッジ淡路島と長谷川工業がお送りする今週のそれいけ目線、さあ行きましょうか、はい、まずは梅山セレクト、スマホ時代に手帳なぜ売れる？
手帳の売れ行きが好調です。生活雑貨店ロフトでは来年の手帳が8月から販売され、前年同月比で 30% 増の売れ行きです。スマホ全盛の今、なぜ手帳が人気なのでしょうか。それは単なるスケジュール管理から目標達成や生活記録を残すライフロングツールへと進化したからです。日付なしタイプや自由記述欄の多いデザインなど多様な使い方に対応、自分だけの人生の相棒として愛用する人が増えているそうです。なんか手帳に書く人の方がなんか、まあ、僕ら昭和やからかもしれんけど信用できるような気はする。なんかこう喋った時にバッて手帳に書いてくれたりとかしたら、ね、なんか、はい、携帯とかスマホ使ってパパってやられたらなんか残ないという か、 うん、まあ今の時代そうじゃん。でもほんまにあの AD この前あの一緒に仕事した AD ちゃんも手帳使ったから今、はい、あ手帳で書くねやって言ったらやっぱりこっちの方が覚えやすい。いや分かります。私も手帳派なんですよ。ほんまか。ほんまです。俺らがこれ言うたから。えほんまです。持ってますもん。今日もちゃんと持ってます。ずっと手帳。ちょっと見せてみ。なんでやそんなパワハラあるかお前。ほんまに今もあるんですけど。見てどうすんの。何を書けた書いてんの。まあもうあのスケジュールで、あの仕事とプライベートはペンの色分けたりして。あらあらあら書いてるんですけど、やっぱりその私も多分そういうところなんかちょっと昔よりというか、うん、上司とかに、うん、そのちょっとこの日空いてるって言われた時にスマホ出してなんか上司の前でスマホ出すっていうのがあんまり私は失礼ちゃうかと、はい、って思ってたんですよずっと。なるほど、ね、最近はねもう増えてそれが当たり前になって、まあね、若い子ならそれが普通かな、はい、来ましたけど、やっぱりそれがすごく見てて嫌だなって思ったのと、あとなんかこうメモも書けますし書いた方が覚えるっていうのもありますし、まあ、確かにね。あと漢字を忘れてまうねんな、やっぱり書かんと。あそれもありますね。漢字が読めるけど書けないいう人がおるやんか、はい、うん、それはなるよね、はい、スケジュールは俺でも全部書くな。手帳ですか。お前スマホ使われへん。あ それその前にスマホ使われへん。書いて覚えられへんやろ。全部書いてるわでもなんか間違えたってましたね。間違えてる、スケジュール時間間違えてる、ね、時間その書いてる時間が間違えてるからだからやねん病院って言われるやろ。何やってんだ書かんようになったな、そうやって言われたら。手帳、手紙とかも結構書くようにはしてるんですけど、うん、ほんまは電話番号とかもちゃんとした人は書いて残しとかなあかんねやろうけどな。そうですね、記憶力もね、だから書いてた時の方が覚えてたし。そうやな。 でもスマホに全部入れてるっていうのってある意味さ、その怖いよね。そうですよ、なくした時とか。いやほんまにつかなくなった絶望感すごいんちゃう。だから相原とかやったらどうする、いつ死ぬか人間分かれへんか。パッと死んだ時に どうするこの携帯は。 iPhone 俺とかやったらもう どうする。もう俺別に死んだら消去してくれ。俺多分な、俺そら大丈夫やん。手帳とか。手帳も大丈夫やん。私燃やしてほしいです。それやっぱり言うとかなあかんで。手帳に書いてたことあるんですよ。何多いな。何多いな。そんな燃やしてほしいほど手帳に何を書くの。あのもし物事あったら。そうです、もし物事があったら。遺言として、はい、どうして。手帳と日記も一時書いてたんです、はいはいはい、それも手書きで書いてたんで。そういうことな。手帳と日記を燃やしてくれって。あら、どこに書いてた。あの後ろの方の自由記述欄。それ見てるだけでもうすでにもうお前最後まで見てるやんか。あんたアホか。一番最初に書けたまだええけど、その表とか最後やったらもうあの読んでもたわってなるわな。でもあのこのもし死んだ時に連絡してほしい人とか、うん、あのまあもちろん親とかその近い友達とか職場には行くでしょうけど、うん、その自分が好きやったけど、なんかこう連絡ね、今そのお付き合いがなかったりとかした人にはちょっとな、うん、連絡行くようにとか。いや俺でもその携帯を見られても手帳を見られても何ら困ることがない。いや、困る困れへんよりなんとなく嫌やなこと男はない、はい、お全然ない。もしかしてその特殊な携帯の何かサイトを見てることを誰かに見られたとしても、うん、それはキャラクターとのギャップがあるから困るだけで、俺がそういうものを見てて、まあ例えば嫁さんが見てたとしても見てるやろうなっていうだけで終わると思う。その辺のギャップのない男やね俺。かっこよく言うな。いやそれがすごいやっぱエリートとかさ、はい、そういう人やったら多分ショックやと思うけど、多分ないと思うで俺。そうよね。それをすごいこうね
スッとしてた。いやだからその子供がさ思春期になった時にさ、うん、あの趣味で収集してさ収集してた段ボール一箱のエロ本がな、エロ本って言うなエロ本って言うなって一人でゴミ袋に入れて捨てられへんからさ二袋ぐらい満帆になったんよ、はい、で嫁さんと二人で捨てに行った。 お父さんのやつな。俺のってそんなどどん俺の時代もビデオとかあったやろ。いやそれだから収集したやつや、子供の時からずっと貯めてたやつ。子供の時からってなんやねんどんだけ貯まってるんですか。物心ついたやつからこれは残しときたいっていうコレクションがあったお気に入り。それをもう子供ってさ部屋をこう最近やない子供そうそうやだからどうも嫁さんとこれも捨てなあかんなって言って、一人でもよう持たんから一緒で手伝ってくれ。いや奥さんは言わんだけで、うん、なんやこいつと思ってるで、なんでエロ本わざわざ捨てに行かなあかんねんと思ってると思うで。それを旦那にしてるのもお前やからなっていう返す刀もあるやんかでもやっぱその残るっていうのはいいなって思ってて、でそのはい、物が残るっていうのが、うんうん、そのデータだったらスマホだったらそのデータとして消えちゃうけど、うん、例えばその前お付き合いしてた人が当時私と行った映画のチケットとかを全部手帳に貼って残してくれてたんですよ。おいちょっと待て、お来た、甘っちょろい話。俺あの聞こえてきたもん、ファーファーって聞こえてきたね。なんて昔付き合ってた人の当時付き合った人の、はい、映画のチケットなんて、私と一緒に行った映画のチケットをファー何してたって、手帳に貼ってくれてたりとか。あんた勘違いしてねえかあなたの色恋の話を、はい、思い出の恋話を土曜日のな忙しいこの昼間の時間帯に昼間から誰が聞きたいんだ、往年の誰が聞きたいんだ、ね、往年の大女優のさ素敵な秘密の恋とかやったらまだ聞きたい。自分を綾瀬はるかと勘違いしてないか、思ってないですよ。勘違いしとるやせんか。いやいやいや本人よしてないですけど、誰が言っとんの、ね、なあ俺の知り合いの徳島のナルトの津田さんは海山ちゃんって知ってますか、はい、知らんよって言ってそう知らん人の彼氏と言った、元彼のな映画の切符の話とかチケットとか話の手帳に挟んだ話そう誰が聞きたいなんやそれ、しょうもない。そんなもう黙ってたらこっちもほんまにわらピカイチラジオじゃん。ああそんな思い出あるわ、俺もねって言うかもしれん、いいかもしれん。俺らにはそんなミットはない。あーごめんなさい、ちょっと間違えました。その辺はやっぱ俺らはちょっとあの許容量少ないのかもしれん、ね、はい、俺はまだええで、うん、俺なんかまだ素直やで、アイアラはまだ泳がそうとしてたからねあと2個にはしていかそうとしてあのピンクのあのピースポが当たってファーファーは鳴ってた、だいぶ前からああ来てるな来てるなとは思ってたよ。ああそうですか、うん、ああそうですか、 そうですかそれを何、それを何、それ思い出すと生粋にそういう話好きよね。なんか手帳ってなんかそういう風にその物も残るからいいなと思ったんですよ、うん、残してんの、ね、元カレッジかのチケット。知らないですよ、その今は知らないですけど、向こうが持ってるか持ってへんかってこと。向こうが貼ってくれてたんですよ。向こうが持ってるはずなんや。向こうが貼ってくれてたんで、私じゃなくて、だからもっと彼が当時、ね、彼の方があそれをしてたっていうこと。はい、そうです。後で別れる時でそのこれ言ったってお金半分よこせとかそういうことじゃん証拠みたいなもんでな領収書みたいな最悪やん。なんか昔の恋ずっと言うよねあなた。昔しかないんやて、ね、いや普通い女の人って今やんか、過去はもう完結やんか、あそれ、はい、あそうそう、ね、な普通そうやんか。いやだからなんでか今だから恋をしてないから、はい、過去の恋が忘れられたんだ。そうですね。ほんま多分そうや思うで、はい、そう過去がすごく素敵やったわけでもないやんか、ね、梅山さんの話を聞く、まあなあんまりええ彼氏付き合ったりとか、ケチやったとかな、ケチやったとか、男全員に嫌われてたとかな。そんな人はいないですけど6社さんやろ巻かれた、巻かれた2軒目行く時に友達に巻かれた、辛い。そんな連れおるかそんなことはないです。まあまあ、だからやっぱりそこの部分いい人もいましたけど、手帳と関係ないんだってそれは。いやだからそのなんかそういう話したかっただけ、したかったやつをからつなげて強引だな、ね、やり口が。次行きましょう。じゃあもうまだ時間あんの。あもういい、あすいません、ほんならすいません、これでちょっと自分の恋話して終わやめてくれへんか、同じエピソードをピカイチで言うてくれ
どう違うかな。わかりました。なんか懐かしいなとかやっぱ言うやろな。山里さんって言うんちゃう。そういう甘いことあったわあったわとか言うやろな。多分言ってくださる。俺らはごめんけど乗られへんな。ごめんな。手帳の話したつもりだったんですけどね。いやなんかちょっとあの、うん、エッジが効いてないというごめんなさい。ち違うとこに急展開したかな。なんか、うん、俺らが一番欲しくなかった。あ、すいません。ウインカー出して曲がるの早いで。後方確認してから曲がらんで。考えて喋ってもらわ。顔見たわかる。めっちゃ言うじゃないですか。今週のそれやけ目線でした。顔見たわかる。スーパーコスモ新井興産グループと不動産のことなら何でもお任せフォレストホーム重販と。上方温泉一休の提供でお送りします。すいません、相原ですがどうか背中を押させていただけますか。神様ありがとう。このコーナーは皆さんが迷っていることをうっすら知っている相原がどうしても背中を押したいというので仕方なしに解決させてあげるコーナーです。前回のお悩みでございます。京都市の見たくないさん。我が家はずっと地蔵門のお飾りの道具を預かっており、うちのガレージで地蔵門が行われております。今までは事前に日程の断りが町内会長さんからあり、地蔵門の後片付けをしたらすぐにお礼を持ってきて来られたのに、今年の町内会長さんは開催日の事前断りもなく今のところお礼も持ってきない来ないと、お礼が欲しいわけではないのですがなんだかモヤモヤしております。まあもう、まあ、場所やスペースもただやないんやと。お祭りっていうのはみんなの協力のもって気持ちよくなる。まあ、あやらなんかはよくと岸和田やからね、はいはい、だんじり祭りってまあ大きな祭りやから、そこでちょっとしたそれでも不具合はね、こういうあの気遣いってすごい大事なんや。すいません今回もちょっとお手伝い願いますかとかいう一言があるのとないのは全然違いますからね。で変な通例ができても困るので言い方だけは気をつけようと。黒田氏出動させようと、うん、もういよいよなりゃね。どういうことだよ。はい、お返事いただいております。ラジオネーム見たくないさんです。我が家のお悩みを採用していただきありがとうございました。相原さんが大事なことだから言っていいと言ってくださったので、とりあえずご近所さんに言いました、うん、するとそのご近所さんも相原さんと同じ意見ですぐに町内会長さんに伝えてくれました。そして次の日町内会長さんが今までのことをよく知らなかったと申し訳なさそうにお礼を持ってこられました。ご意見をいただいたおかげで我が家の悶々とした空気も相原さんの言葉ですっきりしました。ありがとうございます。まあ、これで気持ちよくね、また来年からも祭り参加できますから。まあ、言うこと言わんともやもやずっとしたまま引っ張ってもしゃあないもんね。当たり前や思うなよいうのが、まあ、基本的にどっかであるからね。善意は善意としてええけども、はい、まあ、この人も気づいてなかったやったらな、それ教えてもうたらね。そうですね。まあな、ないやねん。ないやねん。ないやねん。まあまあそうや、周りもどうしてはったんやろうとは思うけどね、会長ばっかりに押し付けるわけじゃなくて、うん、周りもいてはるんやろうからね。はい、何をボールペン。一応考えるふりは。はい、ボールペン差し上げます。では今週のお悩みです。兵庫県のラジオネームチンピラごぼうさんです。私の職場の困った部下について相談させてください、うん、私は地方の営業所を預かっているんですが、部下の A 君のある行為に対して非常に困惑しています。何をするんだ。それは整理整頓が全くできないんです。彼の机の上には引き出しのような棚はあるのですが、書類は規則性もなく積まれています。足元にもいつ見たかわからないような書類が段ボールで積まれています。それだけなら事務所のよくある風景かと思いますが、私がどうなのと思うのは書類を事務所の床に並べることです。あ、当然うちの事務所は土足厳禁ではありませんので、汚いというわけではありませんが綺麗でもありません。私の感覚では書類を地べたに並べるのはいかがなものかと思うのですが、本人に注意すると場所を有効活用しているだけですと言い返してきます。言い返すな。こういうまた社内の偉いさんが見たら査定に響くかもしれないよと言うと、仕事のできるできない以外で評価されるのはおかしいですと、モラハラパワハラまがいであるかのように反論してきます。整理整頓も仕事のうちと思いながらも、ひょっとして私の考え方が間違っているのかもと考えてしまいます、はい、彼のことを思って指導しているんですが、これって普通の行為なんでしょうか。床に書類を広げることに対して皆さんはどう思われますか。意見を聞かせていただきたく相談させていただきました。これもね、まあ、うちのことも大概やね。で俺はその地べたに物を置くのはすごい嫌いやね。言うもんね。うん、それこそまあ頭にかぶる帽子をボーンと置いてたりとか、その勉強道具をこう無造作に置いたりすることがすごい嫌やったし、はい、例えば笛を吹くを、うん、そこ地べたにポン口にするもん地べたに置いて、それはちょっと嫌やね。どうすんねん。で机もこれ見たら
どやねんこの机の上はもうアホ丸出しやないかっていう風に怒ったことが、うん、まあ、しょっちゅうあるんです。ほんなら、うん、なんかあるテレビを見てたらね、うんうん、賢い能力のある、まあ、勉強ができる人の机っていうのは、うん、整理整頓というよりすぐ取り掛けかかれるように一回片付けないんやって。もうそのままにしてパンと座ってやって一回一回本を片付けたりせえへんのがなんか勉強できたりする人のっていうテレビでやったはったよ。でえそういうことなんっていうそういう考えもあんねん。効率がいい。でもちょっとそれは俺が整理整頓できてないことが嫌いなだけやったかもしれない、うん、あでも全員が全員そうじゃないと思う、ね、理数系の人間の人っていうのは字汚いってよく言われねんね、うん、なんでか言ったら人に見せるんじゃなくて自分が覚えるための記号やからっていう考えもあるよね、うんうん、でも、うん、仕事一人でやってんだら問題ない ね、はい、やっぱり人が突然来られたらどうですか。これだからもう自分から己からハードルを上げとるわけですわ、うんね、もうこれはもう自分の仕事のみでやってくれと、うん、だからその人はそのまあ普通やったらちょっと人柄とかちゃんと挨拶するとかその人間としての点も入ってくるやん、はい、人間やからそんなとこは一切関係なくもう仕事の売り上げのみで査定してあげたらいいんですよ。うん本人もそうおっしゃってるんだから、はい、もうそれは仕方がないわな。もう言っても別にも自分が社長やったらね。そうだからもできるけど多分やけど、うん、めちゃくちゃ個性的な構成作家って、うん、己から点数上げてると思うね。なんかものすごい派手な服着て ものすごい格好してものすごい車乗ってちょっと俺普通と違うよって言って会議来たらやでまさかコストコの案は出されへんわけよ、まあな言うやでもうそういう自分から己からハードルを上げて俺の通す案とか俺やつは数字とんねんってやってくるからもう服装のことは黙っとこうとあその代わりこうお前が出してくる案がええか悪いかだけで見るよっていう、はい、だからこの人もきっとそうでしょうな。そうしてくれ言うてるしな。言ってます。で数字がそれで上がってたらしゃあないよな。会社が儲かってないからな、ね、で最近は特にやけどそういう風な感じやん、はい、なんか昔はねそこでちょっと恋の人がおったら空気が良くなるっていうのでボーナスの査定とかもさ若干上がったりとかしたのかもしれんけど、あんまり今関係ないのかも。確かに。そうですね。だからもう今多様性って言われてる時代やから、うんうんうん、彼がどうなるかってのはまだ知らんというか分かれへんけども、だから仕事が自分ができるっていう自負があるんでしょうね。だから多分言えてますもんね。こうやってそうそうモラハラとかパワハラになるんちゃいますかみたいな、うん、もう仕事のみ仕事オンリー、そういう時代になってきたんよ。は他人のことあんまり考えたらハッサンとかだからキテレツな格好でいけへんやろ無難に無難にってそりゃそうやんかこんな丸と三角の眼鏡かけてきたやつがやでほんまやな。そうやろ。んで企画なんやじゃんな業務スーパーの出せるかでも意外とおるけどなそういうやつな。やめてまえそのやつな俺やったら普通の格好してこいなんでじゃあまあちょっと仕事だけで見て今はそういう時代なんよ。そうですね。そらスポーツ選手もそうやん。目立つ格好してたら目立つようにもう活躍せへんかったらもうさそうです、ね、めちゃくちゃ言われるやん。叩かれるぐらいですね。その代わり活躍してたら OK なんよ。個性に変わるから。個性に変わるから、はい、ちょっとやってみてください。まあ古いっていうか俺らの世代はそうやけどな。でも今の時代っていうのはもう言えへんようになってるから。そうです、ね、言えへんようになってることは他人に興味を湧かないから今はまだこうやって笑って届いたけど10年20年経ったらなんかこう他人に興味を持たない人間にみんななっていくんちゃうかなと思う。年いってさ仕事の肩書きがなくなってさほんまに好きやだけで付き合う友達ってそういうのがほんますごい大事やんか、うん、俺は俺やからって言ったら誰も友達もなれへんから今はええよ若いうちは、ね、俺は俺や私は私って言うてるのはええけど年取ってからは俺多分なかなかしんどい楽しくないと思うけどね。まあそんなも老害の考えかもしれんぞ。あやらだからこれはもくろさん古いって言われるんちゃう。我々はもう古いねごめんな、はい、別に古い人ばっかりやもん。ないです。何このラジオはな、はい、あ頑張っていきましょう。梅山さんももうなじむやろ。なじむほどするややっぱり。はいします。な、はい、キテレスなことせえへん、はい、だからどういうものの教えをこれからしていくかって難しい。学校の先生なんか特に難しいですよ。あ
そうですね。でもね思うけど ちゃんとしてる人はちゃんとしてるよ。うん、やっぱり俺思うけど。そうですね。ものすごいトップに上がっていく人っていうのはまあ個性的ではあるけど、そんな人の気持ちがわからないなんていう人がほんまの上に行くことってあんのかしら。でも分かれへんで、やっぱり会社なんかでもめちゃくちゃ嫌われてるのに出世するやつはおるからな。おるおる、それはおるおるやん、おる、それが世の中やん。おるよ、おる。でもそれの人が未来英語幸せかよと分かれへんな、まあ、それは分かれへんからな。やっぱり健康と横のつながりを大事にしてるっていうのは大事やな。あ、そうですね、思ってんやろお前。思ってなかったよ、ね、分かるよ、その何これ。そうやなって思いました。思ってへんやんか、そうですね。ごめんね、はい、そうやなとは思ってない。思います。二重に打たれる。皆さんもうっすら知っている相原に迷いをぶつけてみませんか。締めた今。ごめんなさい。決めた誰や。もう曲もなってるから迷っていることからを詳しく書いて送ってください。採用者には相原直筆色紙とボールペン、ステッカー、キーホルダー、そして梅山お手製千社札をお届けします。はい、色紙ステッカー2枚千社札で差し上げたいと思います。はい、楽しみにしていてください。それではいただいたメッセージをご紹介しましょう。今日のテーマ2点3点しましたと、はい、兵庫県はラジオネーム哀愁の警備員さんです。あ、またや。近所の商店街のガラガラの抽選会でピンク色の玉が出ましたと、うん、バイトの女の子は1等のお買い物券1万円です、おめでとうございますと、めっちゃラッキーだと思わず小躍り。間違ってる、ピンクの玉は特賞やで、すごいやん。おばさん店員が差し出したのは3万円のお買い物券、これでわしにも運が向いてきたでと思いましたと。小躍りを超え大躍りをしていたら、ちゃう、ピンクは6等の食器洗剤、ええ加減覚えや、金切り声をだ、上げる商店街の会長のおじいさん、クスクス笑う周りの客、日曜日の昼間から2点3点、ものすごく損した気分じゃったって。なるほど。いいね。でもまあ気分じゃったって、食器洗剤もう悪くはない、悪くはやっぱり55の男に 5% のまあな、せやろ、クーポン券、まあ、誕生日にほんまに切り抜いてな。一枚だけ切り抜いてんの。ほんまにあのどこでももらえそうなやつ。もちろんです。そうです、よかった、まあ、よかったです、はいはい。続いて大阪府のラジオネーム淀屋橋大江橋さんです。同じ人ばっかりだから。まあ今んといて、それも どこのやつもまあそんなもんな、うん、ありがたい、ね、まあね、ありがたい。スマホの電池交換のため近くのショップを訪問、若い女性店員が出てきて調べてみますと奥に消えていきました。しばらくするとニヤニヤしながら女性店員が出てきて、お客さん、スマホを使ってる時ほとんどこのゲームしてますね、このゲームはとても電池を消耗します、それが原因です、電池を交換しても治る保証はないのでまずはゲームを控えてくださいと言って返されました。ゲームを控えて1週間、状況は変わらないのでショップに行ったところ、また同じ若い女性店員が出てきて調べてみますと奥に、今度は店長らしき男性と現れ、2人ともニヤニヤしながら、あのお客様、ゲームは控えられたんですが、このマッチングアプリを結構使われてますね、それが原因です、控えてください、電池交換で治る、そんな個人情報何言われたら嫌やんの。治る保証はないんですと言われてまた返されました。ゲームとマッチングアプリを控えて1週間、状況は変わらないのでまたショップに行ったところ、すぐに電池交換をしてもらいました。2点3点、2点3点した結果、念願の電池交換、快適にスマホを使えるようになりました。ただスマホでゲームとマッチングアプリしかしてないと思われたあのショップ、恥ずかしいので二度と行くことはないでしょう。なんかマッチングアプリじゃ俺ちょっとやったことないから分からない、そんなその充電の電気使うんですか。いやでもまあやり取りでか、何回も多分、ま、アプリは開けないとあかんからじゃないですかね。か俺別にそうやったら1回目から引っ込めへんけどな。というと、じゃあその別に ゲームをしているからとかさ、うん、関係ないんちゃうんってやっぱ言えへん。いやこれあのこの大人向けサイト、うん、1日5時間ぐらい見てありますよね。だからウルトラスーパーギガにしてるやん。それと電池はまた関係あるやん。ギガ数と電池は、ギガ数が減ってどうのこうの言ったけど、それは電池の問題ちゃうんか。いや1日に5時間も見られてるから、だから
進まん。急になんかホタテマンみたいな。なおお言うて、ラジオネーム、栗大福さんですね、はい、夫から部下を連れて帰るから春巻き作っといてと電話がありました、うん、今からと思いましたが私も好物なので納得すると1時間後にまた電話がありお好み焼きつまんだら腹いっぱいやそうめん湯がいといてと結局、春巻きはお持ち帰りされました、こんなことでイラッとする私は心が狭いのでしょうか失礼いたしますいやでもこんな女性今時ないで夜さ春巻きでなかなか大変やぞめんどくさいですよまああったとしてもちょっと当てあるかなあるもんでいいからちょっと出してくれるぐらい俺は言うたことないからビールなかったらちょっとまあ前のコンビニで買ってまあ買っといてとか、まあ、それぐらいのだろそのついでにちょっとおかしい春巻きでこんなん作ってきてたら梅もちゃんとないする旦那、まあ、将来の旦那が、はい、夜に春巻き作っといてって僕が連れていくっつって油もいるんじゃんいるいますねやって材料切ってやってる時にもうお腹いっぱいわって言われたらどうするめっちゃ怒ると思いますなあの帰ってからなちょっと何よってはいでも食べやって言ってせっかく作ったのからいやそれはせやわなこれええ男臭いやな今のだから昭和の人やなこれ昔やったら言えたわ絶対言わん俺今は言われへんへどんどんパワーバランスがおかしなってそんなもんなしでみんなおかしいよな昔みんな言うてた昨日の飲み会で飲み歩いて家帰ってない時の方が偉そうに言うてたへ今家帰ってちゃんとしてる方のがどんどんちっちゃくなってるなんでこんな気使うんやと思ういやだってもしゃあないやっぱ嫁はやっぱそういうもんかいいですねだ亭主ね元気で留守がいいって言うたもんでね、はいうん、元気じゃないのに家におるが一番嫌だよ嫌やなそれ一番一番その典型やんか出てってほしいのにずっとおるしずっとってなんかしんどそうな顔してるし嫌やな続いて大阪府のラジオネームいくぴょんさんです主人とコンサートに行くことになりました前日から何時に出てランチを食べてと計画を立てました当日9時に起きると言ったのに11時に起きると変更12時半に出発と言ってるので12時40分になっても用意ができずブリブリ怒りながら出発するもコンタクト忘れたと主人が言うので家に戻り私はどうせランチは食べられないので食パンにマヨネーズを塗りパクパク食べました、うん、電車でも乗り換えたのはいいのですが違う方向の電車だしもう2点3点どころか4点5点の1日でした、ね、コンサートにはギリギリ間に合いましたあの用意遅い人って男女問わずおるねなんでかしらんけど余裕持ってね全然余裕もないのになあれ癖やな俺だからそのなんちゅう勉強すごいできるし仕事できるのにそういうのはなんかあかんって人もんねあ、まあ、全然急げへんやろこっちばっかり急いで全然急げへんわ腹の立つじゃあどなたに僕はやっぱりあの春巻きの人ちゃう春巻きそうですね、はい、かわいそうに、ねうんはい文句言うた方がええよそんなんな、ね、優しすぎますね今はだからそういうまだパワーバランスなんかなあ若いんやな、ね、だんだん変わってくるけどね、うん、3000円プレゼントいたしますたくさんのメッセージありがとうございましたそれでは今日の3000円当選者の発表です、はいはい、森口市にお住まいのラジオネーム夏子さん大阪市西成区にお住まいのラジオネームみぽりんさん神戸市西区にお住まいのラジオネームクリームパンダコッタさん以上の3人ですおめでとうございますおめでとうございます前回のそれゆけグルメ岐阜県産20世紀梨の当選者は和歌山県にお住まいのラジオネームしゅんしゅんさん泉市にお住まいのラジオネームあおちゃんさん西宮市にお住まいの山岡信夫さん以上の3人ですおめでとうございま す来週も番組にいただいたメール、ファックス、おはがき、すべてのお便りの中から抽選で3人の方に現金3000円を、また3人の方にそれゆけグルメをプレゼントします、はい、今週は北海道名物ジンギスカンです。必ずおところ、お名前、連絡先、電話番号を明記してお送りください。プレゼントの応募には合言葉が必要です。今日の合言葉はピカモニ1本。ピカモニ1本と書いて違いますけど、そう書いてお願いします。まあ楽しみにしとかんとね、はい、ピカモニね、同じ話を。始まったばっかりやからね、ピカモニも、うん。やっぱりそれ一回言うてみてくださいよ。その手帳の話と。わ、ね、かります、はい、手帳の話を一回してみてください。どう変わるかっていうの。なんか綺麗に乗っていくんやろな、山本さんやったらな。俺らが言うようなだけやねんけどな。そうなんかな。え、うん、どっちもまた違うね、楽しさが。はい、そうや、はい、もうどつき合いせえよ一回もう聞いててうっとうしいわそうや頑張ります。そんな梅山ちゃんに、はい、お手紙来ております、はい、大阪市はラジオネーム梅ちゃん先生、はい、食品加工の工場勤務の34歳男です、うん、
うちの工場は最近クーラーの効きが悪くめちゃくちゃ暑いですと、そのせいかバイトが2人辞めましたと、梅山さんどうですか、時給は1200円ですえって思うほど高いわけでもない、しかもクーラーなしっていうね、過酷な現場、バカにせんといてくださいよ、ラジオネーム梅ちゃん先生、うん、な、一日店長やんねんな。あ、やるんですよ。また一日店長が。あのね。どうでしたっけ、場所は。ナルトの津田さんが、お店もやってはんねん。なるほど。で、そこで、それやったら、その梅山ちゃんを、一日店長で呼びましょう。はい、バッチも売るの？バッチもちょっと、まだ残ってるんで、50個ほど。売れるって、そんなもん。売れるって。意外とそうやって、人は買ってくれると思うの？あ、でも、だいぶリスナーさんが、あの、ネットショップ作ったら買ってくださって。日にちと場所言うたりや。来週9月13日の金曜日。金曜日。はい。で、ナルトの、あの、センっていう、ナルト。ロバタ焼き屋さんで、ナルト駅のすぐ。この前、ナルト行った時に食べてんけど、うん、ガチで美味しかったやん。まあ、それ漁師さんやから。そうそう。で、その喋ってて、なんか、もっと宣伝したいんですけどね、って言うから、うん、あの、なんか、一時転居やってたでしょみたいなこと言うから、うん、あの人ってどうなんすかって言われて、で、その場で聞いたら、もう、ノリノリで。やってくれて、で5時からなんですけど、あの電話でね、もともと予約っていうので SNS でも私告知してたんですけど、うん、この間津田さんから連絡来て、あんまり埋まってないよ、ね、もうそれはそんなことはもう言うなこっからよ、そうそうそう、予定なんて、はい、電話、あ、そうか、電話番号今、まあ1000な、はい、1000ちょっと待った、SNS、魚を見つって書いて、あの車車車みたいな感じで、13日の金曜日やからっていうのもあんのかな、ね、不吉な日やな、ほんで、よう考えたらほんまや、まあ、あの、この9月の13日の金曜日、はい、17時からナルトのですね、千という居酒屋、あのネットでググっていただけたらすぐ出ると思いますけども、はい、そこで、梅山ちゃんが一日店長をやるということなんですね、はい、バイトですけど、いや、ええよね、そんな、まあね、いろんなことを経験した方が梅山ちゃんはええわけや、あとね、イカモにもぜひ、ね、あの聞いたってください、はい、はい、お相手は遊びにメッセージ、これだと、ありがとう、梅山あかねでした、また来週、さよなら、さよなら、おまけのコーナー、はい、いただいております、ラジオネーム淀屋橋大江橋さんですあのうちらのラジオって人気あるんじゃなかった嘘ですかあれ、嘘、いや、あのやっぱり使えそうなお便りをくれるっていうことですね、ありがとうございます、梅山さんの大ファンですありがとうございます、はい、が正直缶バッジはあまり欲しいとは思いません、真のファンが待ち望んでいるものはそれはアクスタです、何ですか、アクスタって、アクリルスタンドっていう、ああ、なんか今流行ってるね、はい、旅行とかにもこう一緒に持って行ってみたいな、写真撮って二重跳びで胸が大きく揺れた瞬間、スクワットで尻が突き出た瞬間、このアクスタが発売されたら最低1000個は売れると思います、私も夜のお供に10個ずつ購入したいと思います、あ、いや、気持ち悪いな、おい、ぜひアクスタを発売してくださいとのことですね、うん、まあ、宮山ちゃんも今お金に困ってるからね、そんなでもないんちゃうの、まあまあでもそうですね、最近は、うん、最近はまあちょっと、うん、回ってきた、まだ、はい、まあ、なんとか、でもまあ売れるとは書いてますわ、先行、先行な、いや缶バッジだけでも余ってるぐらい、でその缶バッジでアクスターいうのはそんな利益率高いんかっちゃうしあんなんでも安いもんちゃうの、安いもん、だって写真挟み込むだけでしょあんな、でも作るんアクリルスター金かかんない、ロットで言うたら何百個注文みたいな、あ、ロットの問題な、そうですね、で一回でも私ファンの方に私のアクスターをもらったことあるんですよ、あ、それは個人的に作りはって、個人的に作りはって、でもなんか、ね、自分で持っとくのもちろんあれやし、そうやな、これもらって嬉しいんか、まあ、嬉しい人は嬉しいよな、嬉しい人は嬉しい、ね、そんな強調しなくても的確な言葉で、まあ、そうですね、嬉しい人は嬉しいし、嬉しくない人は嬉しくないまあ事実やろな、だから誰のアクリルスタンドやったら欲しいか言われた時に、そう、あんまこう例えばアニメの推し活じゃないけど、はい、そういうやつやったら欲しいとかあんのかな、まあ、あるあるある、うん、だってうちの嫁さんとかはそのアニメオタクやから、はい、アニメのそれ何個も並んではるもん、好きなんや、並べてはるもん、なるほどな、東京何やってリベンジャーズ、あー東京リベンジャーズな、あの人俺は見ねえよね、その人らをなとかマーキーとかなんかね、でもまああれはアニメやからハマりやすいんや、ベタッとこうやった時にね、であと男前とか、あまあまあ
あ、で男の人が多いよね。そうですね。例えば韓流スターのグループ、アイドルのグループを一人一人のアクリルスタンドがあったら全員揃えてとか、はい、そういうことかな。そうですね。これはもう毎日放送ラジオに頼んで、もうそのね、アクリルスタンド。もうそろそろもうね、藤岡もないし。アクリルスタンド。あいやら、まあそれ近所のに配ったやんそれ。ステッカー。嫌やわ。そんなんすんの嫌やわ。いやこれめちゃくちゃ評判いいですけどね。どこにやねん。これは欲しいって言われる。少しずつの悪意が散りばめられてる。誰もがなんか、ね、何やったらあやらのあれ見た時、あ、坂田師匠ですかって言われた。だ梅山さんは梅山さんで、ただ全然私見たないんですけど。いやほんなら アクリルスタンドを、はい、あのね、あのラジオのそのグッズでアクリルスタンドを作った実績は過去ございます。ある。松井愛さんを作っておられます。あ、おま。はい。ほんならあるんちゃう。松井愛さんがなんか私のアクリルスタンドを使う作るって言った時に、はい、やっぱりすごいなっていう。その意見的にすごい、すごい自ら、すごい湧き出てくる自信みたいな。欲しいでしょと。あ、まあね、それ受け目線も長谷川光陽さんという大きな ね、まあ、ね、つきましたし、まあ、そこは若干アクリルスタンドが一人ずつあってそれ受けメッセンジャーみたいな、はい、そうですね、うん、なんかそれぞれの、いや、みんなでそれが傷つかんようにみんなで取った方がいいんじゃん、一、はい、人ずつやったらはっきり人気の差が出てきまえへんか。そうですね、こういうのって、ね、うう一番ブーブー言うのギッシャンやからな。そういうことか。言うやろギッシャンって。もうだから、まあ、会議せなあかんけど、あやらどう思う、全員がやったこのアクリルスタンドというより こういう全員が乗ってる感じでいいんじゃないの。そうですね、なんかどう、一個一個じゃなくて、一個一個じゃなくて、はい、一個一個や。でも集める楽しみがあるで、うん、まあまあ、ね、切られたりするで。めっちゃ嫌ですねそれ。いや、それはそうや、みんなそうじゃん、うん、あのな、もうほんまにな、そういうもんやで、ファンって顕著ですか。顕著に出るもん、まあ、好きな人は好きやからな、うん、いや、それはファンってそういうことやから、ね、だからそれは集める楽しさっていうのはあるかもしれんけどね。あ、そういう風に釣っていくっていうのもありかもしれん。じゃあ、ね、いつもみたいにその相原さんがキーホルダーをランダムで配るみたいな感じで、うん、やな、その希望とかじゃなくって、うん、こっち側がもう勝手に、何お前一番なんか人気ないみたいな言い方して何なん、だって何が自信ないのよ。いやね、皆さんやっぱキャラあるし、ちょっとね、そりゃ梅山ちゃんもキャラあるやんな。うん、あるな。あるよな。こっつい軽かった。いや、別にさ、あるからあるな言うてるだけで。だからはっきりさせたくないんか、その、はい、在庫、いいです、はい、なんやねんそれ。そんなんだって、そんな仲悪くなってもあれですから、もうみんな仲良くしたらいいですよ。みんな仲良くないのに。向川さんなんか融合するみたいな、これっぽっちもないやみたいな感じで言うけど、こう、でも意外と向川さんがブーブー言うねんな、こういう時って。せやねん、写真とかこれが嫌や、若さとかで。せやねん、負けてるからな。そういうことに関してはものすごく敏感やんな。でも確かこのステッカーもね、なんか嫌っておっしゃってましたね。これは新興宗教の踊ってる人みたいだからな。やっぱりな、せやねん、この前もその前田遥ちゃんと言ってたやんか、はい、やっぱ前田遥ちゃんより派手な服着てるもんな。いや、だからこうやっぱマウント取んねん、あの日村の年。そういうのをね、俺はあんま許した方がいいんちゃうかな。だって新藤さんの結婚式も真っ白な上下のなんか服やったやん。司会でやろ、司会で白はあかんやんか、ね、結婚式で、はい、関係あれへんねん、だから。せやな、あの人関係あれへんねん。だからあの写真館やった時も、はい、向川さんの注文が一番うるさかったやん。あ、そう、うん、らしいで。あら、言うて、うん、で自分のことを隠すために梅山さんは必死やったみたいなデマ流した。嘘。そんなことない。いや、そう、みんなあんねんな、戦いがな、はい、そうですよ。これどうなのよ、アクリルってどれぐらいかかるのよ。朝何を調べてんの、お金調べてくれてんちゃうんか。1個作るのは1000円かかるんですよ。たかるの。100個作るんやったら250円。どんだけ安いなんねんそれ。100個ぐらいはいくやろ。そういうもんやろな、そういうもんやと思うわ。ロット1000個作ったとなんねん。1000個作ったら25円ぐらい。うそ、ええんちゃう、あかんと。そんな安ない。何の出前やねん。なんや今。なんやねん今の大きな声でたまに出てきて調べて違うって。たまに己から出てきたら間違えたデータ出し上がってな。じゃあちゃんとほんな調べてみて、ええ、でもしくはね、いや、まあ、実際さ、もうこれが少ないんやで、新しいのはえまだあんの。まだどれぐらい。もう一ブロックあるらしい。
ちょっと待ってよ。もう一ブロック。誰がそんな大量に作れるんだよ。すごいよこれ本当に。あ、ほんなこれ綾原さんこのラジオから人気歩いてくれてたやんか、はいはいはい、聞いてる人で、うん、そういうなんか町工場の人でね。これもちなみにそうやね。ちなみにこれも有志を募って作ってるから、たまにはお金使って作りなさいよこれは本当に。だからもう赤アクリルもう これはここに置いてるアクリル板がき、はい、なくなってくるのじゃん。これはさ有志の人に作っていただいたから、そのデザインがうんぬんかんぬんとか、まあ、言うとあかんやんか。そうですよ。だからやっぱりこっちが思うように作らんとあかんのじゃないのこれ。だからキーホルダーにしたいねん。あの立てるやつだったら大変やからキーホルダーサイズにしたいんじゃん。あ、ね、そう違うのそれスタンドじゃなくなるなと思って。アクリルスタンド。いやそりゃそうや、キーホルダーや言うてんだ。あかアクリル。あ、ほなそうしましょう。スタンドの方がええ。いやまあまあキーホルダーにしましょう。不気味やでそんな。そうですね。なあ、梅山とか書いた缶バッジはどう。何やそれ。じゃ安くあげようとしてるやんか。カバギシーとか。いやそれやったら、それいらん、そうやったらもういらんわ俺。薬金とかにありそうですもん、そんなもん。ちょっと検討してほしいな。検討しましょうね。そうですね、ちょっと新しい、まあ、それちょっともうまだ一束あんの。もう一ブロックです、ね、一束じゃなくて一ブロックあります。ブロックってどんなんやねんな。だからめちゃくちゃ忙しいあのラーメン屋さんのチャーシュー朝仕込む時のブロックあるやんか。あれぐらいの大きさよ。どんだけ大きいね。もうそれぐらいあるよ。結構人気ですけどねこのステッカー。誰が誰が言うてんだよ。奪ってほしいわ。 KBS とかでもあのあれ欲しいわって言われます。 KBS に関しては1個もこっちから昔のグッズちょうだいとそれも俺嫌がらないから俺黒田に見したりたいから持って帰ったらあかんよ。それ誰、二十何年前のそのグッズ誰が欲しいねと思って喜ぶと俺らぐらいしかおれへんやそんなもんなあかん言われて。これわざわざ持ってきてやこれ、はい、あのメッセンジャーの母校のこれステッカーですと これがと思って、あめっちゃ懐かしいわこれ、あすごい、これちょっと黒田に見せてない、いや持って帰ったらダメですよ。なんやそれ。エピソードが池内と一緒やないか。ハイパーヨーヨーと同じやないか。今なんか経理に経理局長、はい、いるということで、知らんけど、はい、はい、このおまけコーナーで読まれた方には似顔イラスト入りのそれいけ、あこのね特製ステッカーを差し上げます。そしてアシスタントの向川さん、川岸さん、私梅山、藤岡さんへの質問お便りもお待ちしています。でこれだからステッカー藤岡が俺のちょっと可愛いですね。確かにな、俺の方にちょっと書いといたろか。一番入れたやのそして来週は川岸さんです。お待ちしております。